ナムアミダブ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 ナムアなんとお子様がお生まれになりました。おお、お子様が生まれましたか。それはめでたいですな。してどちらのお子さんが？それがね、こちらのお子さんだ。なんだ、自分の子供のことをお子さんという人がありますか。でも初めてのお子さんだろ。男の子かい？女の子かい？それがね、いい塩梅にオスだった。オスって言い方はないな。もう犬の子供じゃないんだから。あ、でも初めてのお子さんで男の子か。よ、大工の棟梁、後取りができましたな。おめでとうございます。ええー、ありがとうございます。あ、それでね、今日はね、ヨロが生まれて7日目なんだよ。ね、カカアが言うにはね、ガキに名前つけてやらなきゃいけないってんで。でもあっちもこの通りだからね、おい、難しいことはわからねえでしょ。だから一つ、和尚さんに相談しようってんで、それで来たんで。ええー、一つ名前をつけてやっておくんなぜ。何？この私に、名付け親になれと。ああ、それはありがたいですな。わかりました。じゃあ、立派な名前をつけてあげよう。どんな名前がいい？じゃあ一つね、死なねえって保証付きの名前をお願いします。え、せがれには長生きしてもらいてえからさ、もう長生きで長生きで、とにかく長生きで死なねえってやつを一つ。なかなかな、人間というものは生まれいでたら必ず死ぬもんだから死なない保証はできないけれどもな。あ、でもな、あ、親御さんの気持ちというのはわからんでもない。わかりました。あ、ここにな、官無量寿経というお経がある。この中にはおめでたい文句が随分と揃っているから、この中から選んであげよ。例えばな、ジュゲムてえのはどうだ。懐かしのジュゲムてえの。ジュゲムというのは、ことぶき限りなしと書く。ことぶきというのは弱い、寿命だな。寿命が限りないというんだから、これはお前未来永劫を生き続けるという意味だ。なるほどね。うちの名字が杉田だから、杉田ジュゲムてえのは変わってていいな。他にありますか？他にな、五行の擦り切れずというのがある。なんすかその五行ってな、一行という。3000年に一度天人が甘くなって下界の岩を衣で撫でる。これを何度も何度も繰り返して岩が擦り減ってなくなってしまう。これを一行というな。これが5回重なっても擦り切れないってんだから、これはお前未来永劫を生き続けるという意味だ。なるほどね。それもいいな。他にありますか？あとな。カイジャリ水魚ってのもあるな。懐かしのジャリジャリってな。ジャリジャリではない。カイジャリ水魚。なんでも物の数の多いのは長寿につながってめでたいという。な？海の砂利。水の中に住む魚というのは取っても取っても取り尽くせない。あ、数えきれないというのでめでたいな。あ、それもいいな。他にありますか？あとな。水魚松とか、雲魚松とか、風来松っていうのがある。なんすかその水牛の水餃子ってのは、水牛ではないよ。水餃松、雲餃松、風来松。あ、なんでも果てしのないのは長寿につながってめでたいという。水餃松というのは水の行く末。雲餃松というのは雲の行く末。風来松というのは風の行く末。どれもこれも果てしがない、果てしがないというのでめでたいな。ああ、なるほどね。他にありますか？そうだな。随分揃ったから、こん中から選びなさい。ええ、いけませんよ。今のはただ長生きだってだけの名前でしょ？せがれにはね、長生きするばかりじゃねえんで。立派になってもらいたいんで。金持ちになってもらいたいんで。頭のいい子に育ってほしいんでね。あと、それからね、おいおい、そんなにお前欲張っちゃいけないよ。初めてのお子さんで嬉しいのはわかるけれども、そうやって人間欲の皮が突っ張ってる牛は、なかなか幸せにはなれないもんだ。一食十。食う寝るところに住むところがありゃ幸せだともう感じなきゃいけないよ。と、せがれは食う寝るところに住むところがありゃ幸せですか？そういうことになるな。ああ、じゃあそれも一つ名前にしよう。おいおい、そんなもんが名前になるかい？なりますとも。うちの名字が杉田だから、杉田食う寝るところに住むところなんてのは変わってていいや。お金ありますか？そうだな。まあ、例えばな、やぶら工事のやぶ工事というのがある。なんすかそのブラブラてえな。ブラブラではない。やぶら工事のやぶ工事。な、やぶ工事という木がある。これ大変に強い木でな。春に若葉を生じ、夏に花を咲かせ、秋には赤い実をつけ、冬は
雪の下でもって枯れずに耐え忍ぶという大変に丈夫な木だ。そっから取って、やぶら麹のやぶ麹。他にありますか？そうだな。まあ、長生きした人にあやかってその人の名前をつけるというのがあるな。お、じゃあ一つね、外人の名前お願いします。近頃多いでしょ？マリアちゃんとかジョージ君とか、ああいうの可愛いからさ、外国の名前お願いします。外国の名前と言われてもな、まあ私も坊主だからね、そういう難しいことはわからないんだな、西洋風のは。あ、でもインド人の名前だったらよく知ってるよ。ああ、インド人ならいいね。インド人最高。インド人もびっくり。お願いします。そうだな。例えばな、パイポパイポとか、パイポのシューリンガンとか、シューリンガンのグーリン台とか、グーリン台のポンポコピのポンポコなーてのがあるな。なんすかそのポンポコポンポコってな。少女寺のたぬき林？そうではない。ポンポコピーのポンポコなーと。昔な、天竺にな、パイポという国があった。そこにな、シューリンガンという王様と、グーリン大というお妃様がいらっしゃってな、その間におんまれになったのが、ポンポコピーとポンポコナーという二人のお姫様。このお二人が大変に長生きをなすったというので、ポンポコピーのポンポコナーだ。あ、なるほどね。他にありますか？そうだな。長く久しい命と書いて、長久命というのがある。あ、長久命もいいな。他にありますか？長く助けると書いて、長助。長助もいいね。ずいぶん習いましたね。今の紙に書いて教えてくださいよ。なるほどな。どれにしようかな。目移りするな。よし、決めた。これみんなまるっとつけます。どうもありがとうございました。おいおい、待ちなさい。そんな乱暴なことしちゃいけない。一つ選びなさい。いや、いいんですよ。まあ、後でもってね、あ、やっぱりあっちにしたきゃよかったなーなんて後悔しちゃいけねえから、これみんなまるっとつけます。どうもありがとうございました。また礼に伺いますんで、さようなら。おい、待ちなさい。ちょいと、熊さん、熊さん。一本木な熊さん、家へ帰りますと、この恐ろしい長い名前を自分の子供につけちまいます。ベロベロバー、受験無受験無、五行のすり切れ、会社に水魚の水魚、待つ運魚、待つ風来、待つ食う寝るところに住むところ、やぶら工事のやぶ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリン台、グーリン台のポンポコピーのポンポコラの超救命の超スケちゃん、いないいない、バー、あ、もう寝ちまったよ、なんてんで、あやすだけでも一苦労でございますけれども、しかしこの名前がどうも性に合ったと見えまして、病気一つせず、怪我一つせず、大きく育ちます。お子さんというのは少し大きくなりますと、近所の子供らと遊ぶようになります。鬼ごっこ、かくれんぼ、かごめ、かごめ、なんて、仲良く遊んでいるうちはいいんですけれども、お子さんというのは時々喧嘩をいたします。つかみ合いの大喧嘩。強い方が弱い方の頭はポカッと殴る。大きなコブができまして、涙がボロ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 出てまいります。こうなりますってえと、殴られた子供は殴った子供の親のところへ言いつけに来るわけで、あー、おばさんおばさんおばさん、ところのジュゲムジュゲム、をこのすり切る、会社水魚の水魚は水魚、今日は水魚、来は水魚、食うのところに住むのころ、やぶら工事のやぶ工事、パイポパイポパイポのシュリガン、シュリガンのグリダイ、グリダイのポッポコピーのポッポコラの長久命の長助が、あたいの頭ぶった、コブできた。あー、すまないね、金ちゃん。うちの受験無受験無、五行のすり切れ、会社に水魚の水魚を待つ、運魚を待つ、風来待つ、食うねるところに住むところ、やぶら工事のやぶ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリン台、グーリン台のポンポコピーのポンポコナの超救命の超助が、お前さんの頭ぶったんだね。ほんとにすまないね。ちょいとお前さん、うちの受験無受験無、五行のすり切れ、会社に水魚の水魚を待つ、運魚を待つ、風来待つ、食うねるところに住むところ、やぶら工事のやぶ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリン台、グーリン台のポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助が、金ちゃんの頭ぶってコブこさえたってよ。え、なんだって？うちの受験無受験無、五行のすり切れ、かける水魚の水魚を待つ、運魚を待つ、風来待つ、食うねるところに住むところ、やぶら工事のやぶ工事、パイポパイポパイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリン台、グーリン台のポンポコピーのポンポコナーの超救命の超助に限って、そんな悪さはするはずがねえ。いや、よしんば、そんなことがあったとしてもだよ、何か訳がありそうじゃねえか。
おい金ちゃん、そのうちのよう、じゅがむじゅがむごこうのすりきれ、かいじゃりすいきょうのすんぎょうまつ、うんぎょうまつ、ふうらいまつ、くわねるところにすむところ、やぶらこうじのやぶこうじ、パイポパイポパイポのしゅうりんが、しゅうりんがのぐうりんだい、ぐうりんだいのパンパカピーのパンパカナーの超救命の超助にぶたれたってところを見せてごらん。ん？コブなんぞどこにもねえじゃねえかい。コブはどこやった？あんまり名前が長いから、コブが引っ込んだ。てなわけで、このせがれ、子供の時は随分とやんちゃ坊主でございましたけれども、長じますと親父の後を継いで立派な大工になります。ところがまあ、ただ大工って看板を出しているだけじゃ、時勢によっちゃあんまり儲からねえかもしれねえ。そうだ、俺は工務店、建築会社と名前を変えて頑張ろうってんで、勉強熱心な男でございます。新しい工法を習おうとフランスまで留学したという。パリの酒場でもって一杯飲んでおりますと、隣に今駆け出しの画家が一人座る。世間話をしておりますと、これが随分と気が合いまして、お前は随分と面白いやつだな。おい、友達になろうよ。あ、友達になろう。おめえは名前なんてんだ。ん？俺の名前か。あ、これ説明しづれんだけれどもな。俺の名前は長えんだよ。驚かねえでくれよ。杉田。じゅげむじゅげむごこうのすりきれ、かいじゃり水魚の水魚松、うんぎょう松、ふうらいます。食うねるところに住むところ、やぶらこうじのやぶこうじ、パイポパイポパイポのしゅうりんが、しゅうりんがのぐうりんだい、ぐうりんだいのポンポコピーのポンポコラーの超救命の超助ってんだよ。長えだろ？ほう、奇遇だな。いや、俺も名前が長えんだよ。本当か？ああ、俺の名前はよ、パブロディエゴ・ホセ、フランシスコ・デ・パウラ、ホアン・ネポムセーノ、マリア・デ・ロス、レメディオス、チプリアーノ、デラ・サンティシマ・トリンダード・ルイス、イ・ピカソってんだ。へえ、そら長えな。なんだか他人の気がしねえよ。俺もだよ。俺の親父がよ、信心深くてよ、なんでも教会の神父さんにつけてもらったってんだ。奇遇だね。どこの国にも同じような親がいるんだな。まったくだ。それで思い出した。いや、俺のふるさとでよ、今ちょうど大きな教会を建ててるんだ。腕のいい大工を探してるってんだが、おめえも手伝っちゃくれめえか。お、それはおめえ、長命のよしみってやつだ。合点承知よってんで、これから遠路はるばるスペインはバルセロナに向かいまして、この大きな大きな教会を建てる事業に携わるという。ところがこれが難航いたしまして、未だに工事が終わらない。じゅげむじゅげむごこうのすりきれ、かいじゃり水魚の末までも、一生懸命カンナーかけ続けたと言います。世界遺産、サグラダファミリアの一件でございまして、お時間でございます。